夜景知事官邸背面級台南県知事官邸は台湾台南市東区にある日本統治時代の台南県知事公邸として建てられた西洋館で市の戸籍。その後の行政区画改正により県が台南町へ改編されたため1年程度で官邸としての用途が途絶えたが1920年の台南州発足に伴い継続して州知事公邸として使われた。 当時の日本の皇族が台湾を訪問した際には、五白書として改装され、皇族宿舎として使われた。皇太子時代の昭和天皇ほか複数の皇族が宿泊、滞在している。自称、老の別名は、官邸内に設置された時計台に由来するとされたが、実際は正面入り口となる。 妻川上方の半丸窓に施された円形装飾を住民が時計と勘違いしたことにちなんでいる。戦後は周囲に多数の違法建築があったが、現在は撤去されている。戸籍登録を経て修復後、2011年から音楽会館として一般利用を再開。2012年には飲食店も運営を開始した。竣工まで1895年。 新朝から日本へ台湾が譲渡され、明治政府は三県三町を設置。それまでの台南府に代わり、この地に台南県を設置した。台南府は現在のカ吉県、カ吉市から平東県までの南部一帯。台南県はそれらに加えて東部に及ぶ広大な区分となった。調査によると最も早い工事記録は1899年6月で。 台南県土木課の日本人職員による直営事業だった。官邸建築事務所が現地に設置され、延べ2156人の囚人を3ヶ月の無給で動員した。優勝の労働者も従事していたが、給与格差があり、台湾人は日本人の3分の1の給与水準だった。1900年4月21日に上等。 洋館とは別で11月には和館の別邸が増築され和洋洋館が竣工、翌1901年の台湾総督府鉄道中間線開通に間に合わせた。1901年には台南県を廃止し台南町へ再編され、官邸機能は新たに旧台南町長官邸に移行した。県知事官邸は台南町職員読書クラブ及び旅団長官邸となった。 1908年10月25日及び1916年4月21から22日には、官員の宮こと人新郎夫妻が、1916年10月25から26日に、北白川の宮重久王夫妻が、1920年10月24から26日には、国の宮国彦王夫妻が宿泊している。1920年の行政区画再改編で、 台南州が誕生すると、再度知事官邸として、初代州知事の枝徳寺が居住するようになった。この時点で、州知事官邸となる1923年4月20日には、広人新能及び伏見宮広義王が人用、過ごした。その後も大官邸国最後の皇太子だった李陣を含め終戦まで、複数の皇族が利用していた。 中華民国国民政府が接種後は大園管理局、台南式政事務所、民房式所、東区公所、台南機関員公消費合作者連合社などと、使用者が変遷。1998年に、市定戸籍の登録がなされ、保存、活用法が模索された。2004年5月31日、市政府は、登録名義を、州知事官邸から、県知事官邸に改めた。 これは2002年から国立成功大学に委託していた調査研究の過程で判明したものを反映している。市が委託して国立成功大学による解体調査が行われ、戦前の状態に戻すことが最善と結論付けられた。2008年に行政院文化建設委員会と台南市政府が費用を接半し、総額2468万台湾元を投じて、 修復事業を開始。2011年10月8日、音楽会館として正式にリニューアルオープン。2012年6月28日、洋食レストラン、知事西、山頂がオープン。2015年2月8日には、林百貨店再生を手掛けた企業によって、飲食店や物販店を増やすリニューアルがなされた。林百貨店との契約満了後に再度リニューアルされ、 2020年11月8日に知事官邸生活館として再オープンした。当時は和式様式のおにが並存していた。和館は約87坪の木造平屋建てで、公費2290円64銭。当時の流行だった和洋折衷あるいは和洋混合式が反映されている。台南市に数多く現存する。 日本統治時代のレンガ建て建築物の中でも代表格となっている。洋館はレンガ2階建てで中央の本館が55坪、回廊は43.377坪、当時の金額で3350円94銭を投じている。紙面の外周がベランダ式回廊で囲まれるスタイルはイギリスが熱帯、あるいは亜熱帯の植民地でよく用いていた建築手法で、 台湾では、新朝末期の濁英国領事館や、淡水英国領事館、同じ台南の旧英商特器予行、旧特商、東港予行でも見られる。橋楼で結ばれた東西2箇所に分類され、中間と両側は八角形を形成している。柱とアーチは、瓶南栄支線が使用され、開白色が使われ、細かな装飾がなされた残りの壁面とコントラストをなしている。 室内の階段は木造で手すり部分に細かな装飾が施されている。室内の窓やドア上には細かな装飾が施された木製のカーテンボックスは特殊で珍奇なものとされている。正面入り口となる妻川上方には元はペディメントがあったが破損により修復後はより簡素なものに変わっている。風潮橋、台南市古籍とも歴史建築騒乱。 台南市、台湾建築とも文化史出版社。ピアニッシも、174ページ。ISBN957308804 5反発を。不条相談。台南市政府。ピアニッシも、80、81ページ。ISBN9570221437。ありがとうございます。